結構いい型の魚が飛んでるね。あれ何？すげえ飛んでる。東京オリンピックに出れなかったのかな、シンクロナイズスイミング。すごいね。団体じゃないなこれ、目立ちたがり屋だね。すごいお魚が飛んでます。なんだろう、なんでこんな飛んでるの。いやすごいね。なんか餌を取ってるわけじゃねえなこれ。すげえな。俺が来た途端に飛び跳ねてるのかなこれ。帰れ帰れなんてね。今日松本帰ります。おいね、安心してください。あの海に入って海を汚したりしません。大丈夫です。しっかりウォシュレットはしてます。それ関係ねえか。すごい飛んでるねえ。飛んだら俺の口に入ってこい。その代わりそのまま入ってくんねよ。頼むから醤油とわさびを抱きかえたまま俺の口に飛んできてくれ。お魚さんすげえな。飛んでますよ。飛んでる。なんでこんな飛んでるんだろう。すごい名古屋港ですね。何の魚？サバ？ヒラマサ？違うね。ボラじゃないよね。すごい飛んでる。あっちすごいな今。なんだろう、すごい飛んでる。カメラ変えると変えた方向で飛び上がってちくしょう。ねえ。すごい、何？すごいいい形。うわーすごい。近くに来てこねえからわかんねえね。近くには来てないですね。すごい、なんか青い、青っぽいね。これはアホっぽいけど、俺ケツが青いんだけどね。魚の気持ちになれるかな。ケツが青いですねえ。すごい飛んでます。すごい、まあ、俺ツバが飛んでます。それ関係ねえ。すごい、磯の香りがいいね。磯の香り、あなたも磯の香りがするって。そっち側なね。あ、飛ばなくなった急に。あ、飛んでるわ。すごい、何の魚でしょうか。分かる人教えてください。すごい、人魚だったら僕 お嫁さんにしても持ってきます。絶対に網で捕まえてねえ。いやすごいです、魚が飛んでます。うわー綺麗。うわーすごい、で結構でかいです。でかいです、でかいです。以上です。俺の考え方以上です。トークも以上です。